ウィリアム・ヘンリー・メイソン1944年にケベック州で使われたメゾナイト製ナンバープレート。第二次世界大戦中の金属不足による。メゾナイトが敷かれたスケートボード上メゾナイトはウィリアム・ H ・メイソンが開発した硬質繊維版の一種。メゾナイトは商標名であり、ヨーロッパではイゾレルとも呼ばれる。天然素材の成型版であり、様々な用途で使われる。 メゾナイトは1924年に工学者ウィリアム・エイチ・メイソンがミシシッピ州のローレルで開発した。1929年に大量生産が始まり、1930年代から40年代にかけてドア、屋根、壁、机、カヌーといった多くの用途で使われた。また家の外壁の羽目板で使われることもあり、定期的に塗装すれば家の寿命まで持った。 同様の加熱式硬質繊維板は今や多くの木材加工会社で一般的な製品となっている。メゾナイト社は1972年から建具材メーカーとしてドアを取り扱うようになり、2001年には親会社のインターナショナルペーパー社からドア製造業のプレムド社へ売却され、今では一般的な硬質繊維板は作っていない。メゾナイトは メーソン法によって製造される。すなわち、木材チップを約7気圧の蒸気に浸してほぐし、圧力を約28気圧まで高めた後、一気に排気口から排気して、大気圧まで戻す。仕切り調で、繊維は板状になり、最終的な製品形状になる、要圧縁、加熱され、滑らかに磨かれて仕上げられる。メゾナイトでは、木材に、 元から含まれるリグニンによって、何ら接着剤を使わずとも、繊維同士が接合される。その長い繊維によって、十分な曲げ強度、引っ張り強度、密度、安定性が備わる。他の木製成形板とは異なり、メゾナイトの繊維結合にホルムアルデヒドを含んだ樹脂は、使われていない。メゾナイト製のチェス板メゾナイトは風雨にさらされると、時が経つうちに膨張し腐食する。 また、屋外のハメ板に使われた場合は、特に早く劣化することがある。1996年にインターナショナルペーパー社は、メゾナイト製のハメ板が劣化した家主たちによる集団訴訟に敗訴した。陪審員たちは、同社のハメ板は、欠陥品だと評決した。ありがとうございます。